どうも、陣内智則です。さあ、今回はコント桃太郎電鉄最終章ついに完成しました。いやー、3年決戦の最後の3年目、今回作りました。これね、昭和、平成、令和も定番、桃太郎電鉄っていうね、コナミさんで出されてる桃鉄の僕もアンバサダーとしていろいろやらせていただきましたけども、コナミさんから許可を得て世界に一つの、まあ、僕が突っ込めるような桃太郎電鉄を作ったんですよ。2年前の2020年の11月にまず1年目の桃太郎電鉄コントを出してるんですよ。これが結構な再生回数、そうですね、今も700万以上再生されまして、そうですね、ほんで去年の5月に2年目を作ってるんですよ。で、今年2022年だから、ほんと3年決戦ね。そうですね。3年がかりで、3年がかりで1年目2年目で3年目という3年決戦なんで、3年目の最後の集大成ついに完成させましたんで、ぜひ皆さんこれね、やっぱできれば見てほしいね。パート1見て、パート2見て、これちゃんとつながってるんで、3年目優勝者がついに決まりました。僕もハラハラドキドキでした。誰が優勝するんやろうと思いながら。それではコント桃太郎電鉄3年決戦最終章です。ご覧ください、どうぞ。いや、2年目終わったけど佐久間強いな。あ、どうなってんの決算。いや、頑張らなあかんよ俺最後。中間発表ね、2年目の陣内社長3位1億、佐久間57億、エンマが3億4000万、500円って何やん。なんや500円って、見たことないわ。最後の1年ね。よし、はい、最終年。54億エンマと、俺もっと差あるからな、頑張らなあかんな。レギンスカードって何やん。なんか福袋でレギンスカード取ってたな。売ってなかったな、レギンスだけ。ちょっとエンマ頑張ってよ。期待で佐久間を。あ、エンジェルカード、あ、いいよね、お金もらえんのエンジェル、俺も欲しいな。よし、行こう。まずちょっと地図見てみよう。は佐久間があと一マスか。ちょっと遠いな。ちょっとここは、よし、特急周遊な、ちょっとサイコロで行こうか、普通に。よし、ちょっとカード行こう。よし、2位や。なんかええカード来い、頼む。よっしゃ、ぶっ飛び周遊。まあちょっといらんことすんなよ。 CD 借りてきたのね。なんやこれ、シャムシェイドの3分の1の純情な感情を借りてきたのに、借りてこんでええわ。懐かしいな、シャムシェイド。いや、なんで3分の1払わなかったの。聞くか今更、シャムシェイド。あ、ちょっと待って佐久間、あと1か3や。あー、またゴールや、やば。佐久間やりたい放題になってんな。これまた差が開く一方やな。やば、ちょっと一矢報いないとあかんよこれ。俺からも北海道来てくれ、北海道、北海道来て、近いところ。あー、中須賀、福岡や。ちょっと待って、またこれ佐久間近いな。むっちゃ買うな、ほんでやばい、佐久間めっちゃお金持ってる。ちょっと頑張らなあかん。ちょっとエンマも一緒に頑張ってくれ。ん、レギンスカード使った。何、レギンスカード、いや、エンジェルレギンス履いてる。エンジェルがレギンス履いてる。何これ、こんな風に使うの、レギンスカードって。見たことない、こんなん。足長なってるやん。いや、ええな、新幹線周遊。いや、レギンス履いたらめっちゃお金もらえた。いや、ちょっと頑張るぞ俺も。ちょっと待って、今ぶっ飛び周遊もらったから、ぶっ飛びや、行け九州地方に。なんとなく九州地方にと、あれ、九州ドローンやないか、ただのドローンや今の。ちょっと待って、何、5倍で買ってきた2億円高いわ。なんで2億もすんねん。剛速球売らなあかん、最悪やな。あかん、高っ。ちょっと待って、やばいよ、10マス佐久間やめてよ、ゴールはやめて。あー、よかった、7や。もう佐久間にこれ以上ゴールさせてあかんよ。うわ、買うな、めっちゃお金持ってる。なんとかせな。ちょっとエンマ頑張ってくれ、エンマ頼むよ。もう佐久間にこれ以上ゴールさせたらあかん。なんでレギンス履いてんの、足長い。あ、ヘリポート行った。あ、ヘリポートから三角中洲まで8マス。あ、近くなった。あ、エンマ偉いな。ちょっとエンマ頑張ってくれよ。めちゃめちゃもらえんな、レギンス。
俺もレギンス履かそう。ちょっと待って、剛速球2億で勝ったからな。ちょっと剛速球したろか。よし、剛速球でカード割れ。よし、行け。これで相手のカードはパリン割るからな。よし、行け。頼むよ。さあ、まずはエンマや。行け。よし、割った。あ、エンジェルカードなくなった。よし、新幹線周遊。よっさ、佐久間行け。吹っ飛びなくなった。特急周遊、さらに急行周遊。うわー、やった。あ、さらにさらに夜の校舎窓ガラス壊して回った。尾崎豊やね。後半尾崎の卒業やね。何で窓ガラス壊してんの。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、やめてや。キングボンビーならんといてよ。やめて、ミニボンビーでね。やめて。いや、最悪や。来た、キングボンビー。うわ、また。うわ、ちょっと待って、これ絶対佐久間につけなあかん。ゴールすんなよ。あ、よかった。あかん、あかん、あかん。福袋か、ええな。ちょっとエンマが、いや、めちゃめちゃ豪華なってるカレンダー。あんな下手くそやったのに7月のカレンダーが輝いてる。いいか、熊本ね。いや、ちょっと待って、エンマ頑張って。いや、ドモホルン工場変われへん。いや、ドモホルンリンク好きやな。いや、お金ないねん。だからお前なんか秋葉原でアニメグッズめっちゃ買おうとしたな、お前。いや、団子だけ買うんかい。エンマものすごいオタクやったからな。よし、ちょっと待って、こうなったら俺もぶっ飛び周遊や。頼むよ、九州の角度飛んでくれ。俺も参戦したい、九州の角度。よっしゃ、行った。この角度九州や。よし、じゃ帰ってくな。なんで帰ってくんねん。え、じゃ何すんの、やめてや。最悪や、ボンビラス製や。うわー、これはあかん。これ地獄やんか、ボンビラス製。3つの扉があって1個しか正解ないのよ、扉の。うわ、最悪やな、これは。うわ、ちょっとやばい。ちょっと待って、佐久間、やめてよ。あ、よかった、1。あー、ちょっとこれなんとかせなあかんよ、俺、ね。だってもうお金使うな、佐久間、余裕やな。ちょっとエンマ頑張ってくれ。もう8月か。6マスね。よし、よしよし、エンマがゴールするんやったらまだええわ。あ、なんとか、まだエンマやったらいい。俺がどっか起死回生で逆転せなあかんねんな。ちょっとボンビラス製やもんな。次でも関東あたりがええな。ボンビラス製が上がったらこう下田からスタートするから。ちょっと待て、なんとかしよう俺。エンマ、エンマ頑張る、とりあえず。さあ次どっか、ちょっと関東のあたりね、静岡とかあの辺がええな。あー、秋葉原、よっしゃ。なんとかボンビラス線抜けたらいけるかもしれへん。さあ来い、大きい数字頼むよ。大きい数字いけよ。よし、6や。とりあえず3分の1やねんな、扉が。ちょっとまっすぐ行こうか。まっすぐ行って、メンバーかやねんな、これ。しょうがない。あー、8月やけど、わ、すごいな、やっぱマイナスが。あー、4億か、ほぼ4億。あー、また借金か。あ、またなんかこれ副賞があんねんな。はい、ハロプンデカード。あ、何が起こるかわからない。使ってびっくり、不思議なカード。後で使ってみよう。ちょっと待てよ、絶対ゴールせなあかん俺。なんとか頑張ろう。あ、僕も棒立つ飛びカード、うんちカード、うんちの壁カード、吉本芸人チップスカード。なんやねん、あれですよ、出たやつや、俺が。ちょっと待てよ、地方へカード、ええな、地方に飛べんねんな。大きい数字ね、頼む。大きい数字で、おっしゃ、6出た。とりあえず6やったらいけるやろ。この扉が正解の扉であってくれ。これ失敗やったらまた戻らなあかんねんな。頼む、頼む、成功で。あー、やった、やった、いけた。あ、すごい、よかった、よかった。いや、噛むな、噛むの早いわ、お前。電車粉々やないか。どうしてくれんねん、電車、電車途中で噛んだやろ、お前。電車粉々なったぞ。大丈夫か、俺の電車。
あ、下田に来た。いや、台車のプリウスなっとるやない。電車お前修理出しとるやない。電鉄やらへんやん、プリウスなってもうた。あれ吉本芸人チップスカード使った。ジョイマン出た。7マス進める。あ、77言うけど、7777言うけど、まあ A カードやな。ちょっと M、 あ、そうか、地方 A カードね。そらそうか、関東に行くよね、そら。あー、エンマが来たか。でもちょっと待って、これでゴールしたら佐久間にボンビつけれるからな。ちょっと頑張ろう、俺もエンマも。なんでプリンスやねん。ちょっと待ってくれよ、エンマあと何マスや。俺からぴったりいけるかな。14ということは14以上ね。よし、特急周囲で14以上出るよ。頼む、大きい数字14以上出ろ。あー、ぴったりや。いけよ、なんプリウスや、なんでプリウスやねん。まあ、ええか、燃費ええし。よし、これでぴったりや。よし、進め、あれあれ、進まへん。なんで、なんで、え、ソーシャルディスタンスのためこれ以上進めません。時代やな、時代やな。いや、特急周遊使ってもうた。ほんで、あれ、ちょ待って、さっきなったばっかりやぞ。やめ、いや、結果早いわ。もうちょっと楽しませろ。すごい決断力やな。また来た、最悪や。ちょっと待って、でも佐久間遠いからな。あ、ジョイマンカード使った。7マス進める。あ、ヘリポート行った。え、ちょっと、あ、12マスの高萩はやっぱうまいな、佐久間。ちょっと待てよ、なんとかゴールして佐久間にキングボンビつけなあかんねんな。あ、ちょっと待て、エンマか俺がゴールせなあかん。残り秋葉原まで4マスね。あー、出たか、エンマ。まあまあ、ええか、これで佐久間にキングボンビつけれるから。よし、こっからや、こっから頑張ろう。いや、若彼氏の俺とオカンおるやん。いや、オカン、なんちゅうサングラスしてんねん。何出迎えてんねん、二人で。いや、エンマか。2回連続エンマゴールやもんな。ちょっと俺も頑張らなあかんぞ、こっから。よし、後半頑張ろう。次ね、ちょっと静岡とか下田とか、ちょっと俺の近くに来て。あ、仙台か、みんな近いな。あ、憧れのメイド喫茶とアニメグッズ買ってるエンマ。めちゃめちゃ欲しそうやったもんな、前。よし、じゃあパロプンテ行ったら、パロプンテ何が起こるかわからない。よし、パロプンテで逆転したら、いけ、使う。さあ、何が起こんねや。ん、台車のプリウスがアルファードになった。どうでもええわ。ちょっと広なったな、言うてる場合か。いや、ちょっと大きなったな、ほんで。アルファードなった。それだけかよ、ほんで。え、あ、強奪飛びした。あ、ちょ待って。あ、佐久間秋葉原にぴったり。エンマにぴったりで、しかも、うわ、お気に入りのアニメグッズ強奪しよった。うわ。かわいそう、エンマ。ぴったりされて、しかも強奪されたアニメグッズ。いや、もう12月や。エンマどうすんのやろ、キングボムになってる。あれ、何これ。え、あ、絶好調のやつちゃうん、これ。激切れ、何やこれ。激切れモード初めて見た。激切れした、おならカード手に入れた。指定うんちカードも。え、デビル派遣も。何これ、激切れモードあんの。サイコロ3つなった。わっ、18、仙台ゴールや、エンマ。うわ、これどうなん、あれ、ゴールせえへん。付け返しに行った。うわ、エンマ付け返した。ちょっと待って、俺遠ざからなあかんな、サイコロで。ちょっと待って、遠く行け。うわ、1か、やばい。ちょっと佐久間がキングボンビやから、ちょ、来んなよ佐久間、やめてよ。うわ、やばい、近くに来た。やばい、特急取られた。絶対次つけられるやん。とりあえず佐久間食らっとけ。初めてやな、佐久間食らうの。よし、佐久間が食らったよ、キングボンビーに。よし、こっから押していけ、佐久間。よし、これはまだええよ。でも次特急あるからな。あ、撃ってる撃ってる。あ、よしよしよし、売れ売れ売れ。あ、アニメグッズ撃った。ちょっと待って、次佐久間特急でつけられるやんか。うわ、もう1月や、どうすんねんこれ。あ、あ、エンマおならしてくれた。あ、飛ばしてくれ、頼む、エンマ飛ばしてくれ、おならで。
よしよし、おーやった、暴走半島なんでアルファーでやんねん。ほんで、でもええわ、飛ばしてくれ、頼む。よかった、エンマが助けてくれた。よし、佐久間を飛ばして、おならで、よし飛ば、いやめっちゃ飛んだな、めっちゃ飛んだな、仙崎まで飛んだ。いえ、まだ指定運賃した。え、エンマめちゃめちゃキレてるやん。エンマアニメグッズ捉えたからデビル派遣すんの、誰に、佐久間に激切れしてるやん。アニメグッズ奪われたから激切れしてるエンマ。うわ、これ佐久間どえらいことなるぞ。うわ、デビルもついたし、よし、こうなったらちょっと待って、あっ、女神様来た、頼みます、なんとかしてください女神様。あ、電車に変わってる、よかった、はい、お困りです。借金をゼロにしてほしい、お金をたくさん欲しい、そんなことより世界が平和になってほしい。それ選ばなしゃあんの、選ぼうか。なんて素晴らしい人だ。え、願いを全て叶えてあげよう。え、どういうこと。いや、あ、借金ゼロになった、お金10億になった、やった。え、銀次来た、うん、極悪やないかこいつ、極悪非道やな、何考え、よう取れたな俺のお金。うわ最悪や、佐久間かわいそう、動かれになってる、アニメグッズ強奪したばっかりに激切れされてる。そんなにアニメグッズ大事やったんや、エンマ。これ佐久間終わったぞ、ちょっと待って、いやもう売る物件なくなってるもんな、これで。うわー、デビルもついてるし、うわ今まで頑張ってきたのに、ちょっと待って、なんとかしよう俺、もう2月や、ちょっと待ってくれ、どうする、あと2回や、あ、エンマが来たな、まだサイコロ3つなってる、あれ、あ、また戻ってきた、うん、うん、いや買い戻した、アニメグッズ買い戻した、すごい執念やな、ほんまにアニメ好きやねんな。ちょっと待てよ、俺何しようかな、最高でナイスカードいこう、おーし、2や、頼む、なんかいいカード、ナイスカード来い、いけ、ナイスカード、ナイスカード来た、何これ、ナイスですねと言ってもらえた、何のカードやねんこれ、村西通るやないか、ほんで何やったん俺は今の、うんち置いた自分の上に、いや、やけくせえなこれ、それこそやけくそなってる、いや佐久間終わったな、もうやることないもん、指定うんちで閉じ込められて、デビルつけられて、アニメグッズ強奪したばっかりに、怖っ、エンマ怖っ、ちょっと待って、敵はエンマになったぞ俺、あーちょっと待って、もうこれ最後やな、次これ佐久間終わったな、もう最後の月よ、やめてやめてよ、ゴールやめてよ、17、あれ、エンマ静岡行った、え、爽やかハンバーグ食べた、締めで爽やかハンバーグ食べた、よし、ちょっと待ってくれ、宝あったよな、3や、3出るよ、いけ、よっしゃ3や、これ宝で1等やったらなんとかなる、1等来い、1等来い、いやー6等、6等じゃあかんわ、6等500ビットコイン、え、なんぼこれ、日本円で約20億3500万、めっちゃもらえた、20億3500万もらえた、え、ちょっとしていけるんちゃうの、いや最後もう佐久間やけくせえな、ほんまに、うんこばらまいてる、あ、これ佐久間終わったな、ちょっと待って、あんだけ強かったのに佐久間、うわ最後これ終わったぞ、ちょっとどうなってんの、500ビットコインで20億3500万もらったからな、よし結果発表や、3年頑張ったよ、俺が赤ね、エンマが青、佐久間が黄色、最後まで残った人が優勝、よし赤頑張れよ、頼む、ちょっと待って、最後の500ビットコインでなんとかなったんちゃうかな、最後まで残ったら優勝やからな、3年頑張ってきた、さあここや、これでまず3位が決まるから、よしこいつや、こいつに邪魔されたら3位、頼む、赤頑張ってくれ、赤は生き残れ、誰や、3位は、3位佐久間、佐久間あんな強かったのに
アニメグッズ買ったからものすごいキレられた。さあ最後来た生ハーゲン、生ハーゲンにやられたらあかんねん。さあ残れよ赤、陣内社長頑張ってくれ、生ハーゲン来んなよ、やめてくれよ。あー2位か、1位はエンマか。うわ後半強かったなエンマ。そうエンマここに来て優勝日、みんな勢ぞろいしてんな。若かりし日のおかんと俺と親父や、村西徹さんとですよ。もんなちょっとどんだけ差があんねやろ、どうなってんの最後。20億3500万500円500円差やったみたい。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。